レーター持っていいんですか。景色いいっすね。もう久保さん一緒っすね。お疲れ様です。久保さんエレベーター乗るんですか。まあたまに、基本的にはエスカレーターですけど、まあエレベーターもたまに。ドアイズクローズングって言ったっすね。まあクローズング、エッジ上がるんですね、まあ、これ勝手に上がるんですね。まあやっぱり日本代表のレベルも上げないといけないですし、まあ本田さん少し今遅れを取ってますけど、まあ今日本代表も着実にエレベーターとともに上昇してます。ガタン止まったっすね。あな、え、どういうことですかこれ。エレベーターもう開かないですね。あの、まあでも本田さんと二人きりってことは、まあ熱く熱くプレーが、いろんなプレーができるかなっていうふうに思ってます。まあエレベーターが止まったっていう考え方もできれば、僕たちが歩み出してるっていう考え方もできると思うんですね。ちょっと密室、本田さんと二人気まずいです。確かに本田選手と二人っきりですね。まあ、まあ、密室になったんでトークしたいんですけど、最近の日本どうなんですか久保さん。いやまあ最近はまあやっぱり若手とベテランの融合じゃないですけど、まあ、うまくそこが中堅と加わりながらやってるんですけど、まあ、本田さんがそこにちょっと加わってないところが、まあ、実は寂しいんですけど、本田さんどうですかね代表。まあ僕が代表にやっぱり必要だなというふうに見ていて思います。あなた選ばれてないので、まあ、そんな、 なんか上からその見ていますとかいう、まあ、少し上から、まあ、もう少しビッグマウス、スモールマウスに変えていくというところが、まあ、必要なというふうには思ってます。まあだから要はサッカーってそのやっぱり技術がある選手だけじゃなくて経験がある選手も必要だなっていうふうに思ってるんです。でも、それで今すぐ座ってますけど、まあ、そこが魚、魚、魚なんです。魚ですか。魚。魚の話したんですか今。まあ魚っていうのは美味しいですけど、それ違います。あんまりそうやって食い込まない方がいいですよ。食い込まない揚げ足いいですか、はい、揚げ足を取らない方がいいってことですか。あ、そうです。あんまりそういうのやめた方がいいです。で、まあ、それ座るで、それ妥協じゃないですか座る。そうじゃないですか。僕これ座ってないです。僕たちがまあ、このまま密室に行ってはいけないと、エレベーターの外に出たいと思ってるんですけど、その点は森保さんはどう思ってるんですか。我々、代表チーム、カタールで、やります、サポーターの皆さんの力が、みなぎって、この選手たちとともに、サポーターの力みなぎってます、ね、小田選手含め、あいたすよかったです。僕たちのウィナーズのユニフォームをプレゼントしようかなと思っています。現在 e フットボールのゲーム内でウィナーズチャレンジというイベントを開催してるんですよね。で僕たちがなんと e フットボールのゲーム内に登場します。まあイベントの概要はこのウィナーズチャレンジに参加していただいた方の中から抽選で100名様にユニフォームをプレゼントしようと思ってるんです。てかするんです。まあ応募方法はとてもシンプルで簡単なんです。お持ちのお持ちってそっちのお持ちちゃうんですよ。なんかこれ爆笑ですね。まあ、PS4、PS5 で eFootball のゲームを無料ダウンロードしてゲームないから Winners Challenge に参加して1試合プレイすれば応募完了なんです。そして、まあ、この Winners Challenge が参加期間が5月12日までなんです。ちなみに牧彦さんって5月13日が誕生日らしいんです。おめでたいですね。そしてなんとこのウィナーズチャレンジの応募件数が1万件を超えたらウィナーズの有観客試合を開催しようと思ってるんです。お願いします。エドウォールと試合してほしいです。